君にはコーナーキックのチャンス。永井からのボールを前田がヘッディングシュート。惜しくもポストをかすめましたが、前半の日本は下村監督の言うところの速攻が冴えまして、ハンガリーを圧倒しました。しかし後半に入るとハンガリーが反撃します。5分には日本の岸奥がゴール前でハンドの反則、ハンガリーがフリーキックのチャンスです。7番のファゼカシュが鮮やかにゴールを決めて同点。日本バックスの作る壁とゴールキーパー瀬田のポジションのまずさをついた見事なシュートでありました。さらに18分にも守備のもろさが出ます。日本陣内でボールを持ちすぎた12番のオミがボールを奪われ、あっという間にピンチ。最後フリーになった7番のファゼカシュが再び決めます。これで2対1とハンガリーが逆転であります。さらにハンガリーは21分にも得点を加え、3対1とリードしました。モスクワオリンピックのアジア予選で強敵の韓国を破るには、数少ないチャンスを確実に得点に結びつけなければなりません。29分速攻からいい形を作ります。しかし川勝のボレーシュートは抑えが効かず、バーの遥か上。41分日本が狙いたい攻撃をハンガリーが見せます。左からグランダーのパス、2番のウィスコーが飛び込んで4点目です。日本も終了直前、ファンの鳴らすいたずらサイレンの中で1点を返しましたが、焼け石に水。結局4対2でハンガリーが日本を下しております。スタジオで第2戦が行われました。それでは得点シーンを次々にご覧いただきます。先制したのは日本ですね。薄井のセンタリングを高原が合わせました。前半1対0とリード。後半に入ると同者が実力を見せます。まず4分ファゼカッシュがバナナシュートですね。見事なカーブがかかりました。1対1の同点。さらに18分トウとトローチェク、ファゼカッシュとつないで2対1と逆転します。簡単にひっくり返されましたね。残念ですね。さて21分にはトートのフリーキックをウィツコーが合わせて3点目を取ります。素晴らしいタイミングですね。3対1。36分にもトート、ウィツコー、この2人のコンビは素晴らしい。うまいもんですね。これで4点目、4対1です。これに対して日本もいたずらのサイレンの音が鳴り渡る中、横山が巧みなシュートを決めます。4対2と詰め寄ったんですが、ここまで結局同者が